セイザーチェンジ、はい、レオンチャンネルです。来たぜ、キューレンジャー関連アイテム。2月6日に1個100円でキューレンジャーチョコが発売しました。まあ、戦隊系のチョコアイテムっていうともう定番になっておりますが、今年も例によって発売して、さらにキャンペーンが早速開始されましたね。大当たりが出たら9玉ゲット。キューレンジャーチョコでシシレッドが映ってて、セイザブラスターがありつつ、後ろ側にはキューレンジャーチョコ限定オリジナル9玉を当てよう。大当たりの場合、上のように9玉大当たりシールが商品内袋に貼り付けられています。9玉大当たりシールをお手持ちのハガキに貼ってご応募ください。デラックスセイザブラスターにセットするとオリジナル音声が鳴る。キューレンジャーチョコ限定2000名様に当たる。応募締め切りは来年の3月15日までです。僕も YouTube を始めてもう5年ぐらい経ちますが、毎年のようにね、大当たりを狙って開けてはいるんですけど、ほんと当たんないですね。というか他の YouTuber さんたちも全く当たってませんよね。もうすごい量開けてる人もいますけど、そういう方でも全然当たんないみたいで、もう本当にこれは運、たくさん買えば当たるとかそういうものではなくって本当に運ですよね。なんですけど、とりあえずもうキューレンジャー放送開始記念ということで、ワンボックス14個を買ってきました。でですよ、今年チョコ菓子の形状がちょっと変わってて、セイザーですから星、キューレンジャーのコンセプトに合わせてお菓子の形状もちゃんと変わりましたね。いつもだと発売のタイミングに合わせてキャンペーンの詳細ページもあるんですが、今回はなくって、これは何だろう、君も応募券を集めて宇宙戦隊キューレンジャーのキャンペーンに参加しよう。あ、これはキューレンジャーポイントを集めて、あれですよね、なんか当たるやつですよね。55点集めれば番組出演権が当たるかもと。で、30点で君の名前を呼んでくれるオリジナルセイザーブラスター。え、マジで欲しい。レオンチャンネル9玉とか言ってくれるわけ。オリジナルデラックスセイザーブラスターとか超欲しいんですけど。で、キャンペーン限定水亀9玉、これは900名。あー、ということは今回のおもちゃにもキューレンジャーポイントがつくということなのかな。とりあえずチョコ限定のオリジナル9玉のことは書いてありませんね。ではちょうど今小腹も空いてる時間ですから、14個一気に開けて9玉大当たりシールをゲットしましょう。内袋にシールでペタッと大当たりが貼り付けられておりますから、お菓子を開けるまでもなく、もう出せばすぐ当たりかどうかがわかりますよね。それと、とりあえずお菓子を未開封のまま置いておけるので、そういうのは助かります。いきます。一つ目、せいの、ドドン。ここ。これに大当たりが貼ってあると。一パック目はなし。で、あ、なんか星座的な星のマークがあって、キラキラしてる銀ピカに。食べていいっすか?めっちゃ今お腹空いてるんすよ。で、チョコ菓子としてはいつものコーンパフのチョコで、これ美味しいんですよね。いただきます。うん!もう皆さんが想像してる通りの味。充電池チョコとか、特急ジャーチョコとか、ニンニンジャーチョコとか、あれと一緒です。うん。やっぱうまいっす。これは美味しいな。なので内側をこうやってね、確認しなくていいんですよ。ここを出してシールがあれば大当たりですから。では2個目いただきましょう。うん、うまい。それでは2箱目、もう一発目のこの動画で9玉大当たりが出て終了するんでしょうか。ないないよ、ないね。はい、3つ目、ドドン、てい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 せいていていていな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 い。はい、次なんか昔のレオンチャンネルっぽくない。はい、4パック目、開けてせいのドン、ていない。うるさいうるさいうるさい。キューレンジャーのおもちゃの動画の静けさとはね、打って変わっててい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 ないないない。このテンションの差、
はい、6個目いきます。せーの、ドン。ないね、ないね、わかりやすいね。ありかないかがわかりやすいね。7個目、せーの、星座チェンジ。ない、ない、星座チェンジしない。8個目いきます。シシレッド。せーの、ドン。ない、ないなー。今のところ推しキャラはサソリオレンジなんですけど、あのハミアミーみたいな名前ですけど、ハミーグリーン、カメレオングリーン、むっちゃ可愛いっぽいですよね。あと、ワシピンクのラプター283って、あれ、マオさんが声やってて、豪快イエローのマオさん。なので、マオさんが顔出しじゃないんですけど、戦隊にまた戻ってきたみたいな。そんな感じでちょっとテンションが上がっております。声優陣もすごい豪華ですよね。神谷さんとかもいますし。そういう面でも、キューレンジャー、ほんと楽しみ。キャストもいいっすよね。7個を開けて、8、9、9個目。キューレンジャーの9、9、9、9、9、ない。チケットない。いきます。10個目、せーの、キューレンジャー、10個目。うん、ないなぁ。そういえば、キューレンを追って、皆さんのコメントで気づきましたけど、奇数でロボットが合体してますよね。最初の1号ロボは。なので、偶数系のコアロボが今のところいませんから、おそらく今後10体目のボイジャーが出て、2、4、6、8、10で5体合体して2号ロボが完成するような気がします。11個目、せーの、ドン。ないねー。ないねー。12個目、せーの、9玉来い。ない。ない。青いシールがあった瞬間に、この動画終了ですから。13個目、残り2つ、9、レン、ジャー、9人の、究極の、救世主来い。ない。ない。最後、14個目。初のキューレンジャーチョコ動画の最後となっております。なんかこのバラバラな感じ懐かしいな。いきます。ペリペリ、めくって、大事に、ペリッと、めくって、いきます。最後、14個目、当たり来い。9、玉、大当たりちぎってないね。いやー、さすがにいきなりは当たんないか。とりあえず2袋目いただこうかな。結構量これ入ってるんですよ。これ全部開けてもこんな感じで数入ってますから、ちゃんと先端に合わせて形をね変えるっていうのが細かいですね。これは究極に惜しい。今気づきましたけど、横、ここにキューレンジャーポイントが1とありましたので、これを集めれば先ほどのキャンペーンに応募することができるんですね。なので、早速僕は14点手に入れることができましたから、とりあえずは30点を集めて B 賞、君の名前を呼んでくれるオリジナルデラックスセイザーブラスター、これを狙いたいと思います。あと僕、キューレンジャーの9玉型シリーズのおもちゃ確認動画で、ちょっと確認ミスがあったんですけど、この、ページを見てから、僕ここまでしか見てませんでしたが、もうちょっと下に行くとこれ、細かくおもちゃのことが書いてあって、デラックス9連音合体で、腕のこの普通の通常合体以外にも、こんな感じで、各腕パーツに思いっきり変形したりとか、足パーツにもガチャッと変形しますので、今回どの9玉合体というか、9ボイジャー系キューレン王と合体するボイジャー系は手足に変形するらしくって、これ、僕のお得意というか大好きな妄想合体が超はかどりますよね。なので腕パーツ、これ見ると腕パーツのみですけど、じゃなくって下に行くと足パーツにこんな感じで変形するんですよ。とりあえずは、まあ、一体ずつおもちゃを買って普通に変形合体するつもりではありますけど、推しキャラクターというか推しロボが決まったら、両腕分の2個とか、両手両足分の4つとか買って、獅子ボイジャーに蛇使い、蛇使い、蛇使い、蛇使いみたいな感じで、4つのボイジャーを同じにして組み合わせても、面白そうな感じですよね。なので僕の推しキャラクターがハミーとかになったら、4本ともカメレオン、4つカメレオンにして手足カメレオン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 みたいな、そういうことも今後組み替えで動画を出すかもしれませんね。そう思うと本
とボイジャーシリーズ、キュータマのボイジャーは超遊べる。まさか全部手足に変形するとはね、面白すぎる。まあ、とりあえずは今週末にね、デラックス玩具がいっぱい発売しますから、まずはそれで遊びまくって、あとは個人的にちょこちょこ買って、大当たりが出ましたら動画でご報告したいと思います。以上、宇宙戦隊キューレンジャー限定9玉が当たるキューレンジャーチョコの紹介でした。